い。このクラブは夏に新しくできた新体操のクラブとなってます。このクラブでは男子新体操を中心に練習しています。男子新体操はダンスの要素と体操の要素が含まれていて、最近ではたくさんの人に人気となってます。見たら分かる通り下の子たちも多いので、毎週毎週賑やかに楽しくレッスンしてます。はい。そして今日は少ししか練習できなかったんですけど、みんなで練習してきた集団演技を披露するので、皆さんぜひ見てください。複数人が同時に行う側転だったりとか、男子新体操特有の歯科倒立に注目して見てみてください。それではお願いします。皆さん、今一度大きな拍手をお願いいたします。練習期間は短かったんですけども、新体操クラスの今後が楽しみです。いつか玉木颯先生と同じ全日本の舞台にみんなも立てればいいですね。頑張ってください。